ジョニー・アマデウス・セコットより一般的にはジョニー・セコット・ジュニアはベネズエラのレーシングドライバー。ドイツとベネズエラの両方の国籍を持つ。ライセンスはベネズエラ。元レーシングドライバーでオートバイの世界チャンピオンであるジョニー・チェコットは父。2011年 GP2 シリーズシーズンのモンツァラウンドでオーシャンレーシングテクノロジーのために運転するチェコット。カートレースで彼は レースのキャリアを開始し、その後、フォーミュラレースに進んだ。彼は2005年フォーミュラ B メガアットアダクに出場。2006年は、ドイツフォーミュラ3選手権に出場し、1勝を挙げた。また、フォーミュラルの2.0北欧カップにも出場した。2007年には、インターナショナルフォーミュラマスターに出場し、3回の表彰台で8位でフィニッシュ。ドイツ F3 選手権でも2勝で、 シリーズ3位を獲得した。2009年、彼は HBR モータースポーツチームフォーミュラ3、ユーロシリーズに参戦したが、チームはブランズ8でのレースに出場できず、その後、デビットプライスレーシングでマイケルヘルクと提携し、GP2 シリーズに参戦する契約を結んだ。彼は2009から 10GP にアジアシリーズシーズンにトライデントレーシングから参加し、 最初のラウンドの後だにクロスに交代。2010年のメインシリーズでトライデントに戻り、モナコで最初のチャンピオンシップポイントを獲得したが、16レース後にエドアルド・ピスコポに交代しした。チェコットは2011年の GP にアジアシリーズシーズンに向けてフェアーズ・ファウジーと並んでスーパーノバレーシングに移籍し、ドライバーズチャンピオンシップで15位でフィニッシュした。 メインシリーズシーズンでは彼はオーシャンレーシングテクノロジーチームに切り替えケビン・ミロチャ、後にブレンドン・ハートレイと提携しチャンピオンシップで24位でフィニッシュした彼はヨセフ・クラールと並んで2012年シーズンにアダックスチームに切り替えたシーズンのスタートが難しかった後彼は突然モナコでフォームを打ちこのカテゴリーで彼の最初のポールポジションと レースでの勝利を収めた。彼はまた、ウェットだがドライなトラックで、ドライタイヤからスタートすることを決意した後、ホッケンハイムでのフィーチャーレースで優勝した。また、7回のリタイヤを記録したにもかかわらず、シーズンは快適に、チェコットのシリーズ最高であり、結果として、チャンピオンシップで9位でフィニッシュした。2013年には、彼が前年に示したペースにかけ、 表彰台を獲得することなく苦戦。モナコではフィーチャーレースのポールを奪ったものの、彼は最初のコーナーで接触事故を引き起こし、翌日のスプリントレースの出場を停止させられた。それにもかかわらず、彼は10ポイントで41ポイントで終わる彼の最も一貫した g p にシーズンを過ごした。彼は2014年トライデントに戻り、2回の勝利と3回の 表彰台を獲得したが、後半のステージで苦戦。しかし、前半ポイントを稼いだため、ご位を得た。チェコットは、2011年アブダビグランプリ後の、ヤスマリーナサーキットで開催された若いドライバーが、多数参加するテストに参加。スクーデリアトロロッソのテストにも翌年参加した。2016年、チェコットは、RP モータースポーツのフォーミュラ V83 点を、 シリーズに行こう。ハンガロリンクではレースに勝った。しかし、スパフランコルシャンでのラウンドの後、彼はチームを離脱した。ありがとうございます。